はい今回は夫婦別姓が不必要な理由こちらについてですね、えー、お伝えしていこうと思いますよかったら最後まで聞いていただければと思いますよくですねこの夫婦別姓が必要あるかとか必要ないかというまあ、そういったまあ話が出るんですけど夫婦別姓っていうものは全く必要がないんですね なんでかっていうとその理由があるんですよ。そして、えー、なぜ夫婦別姓ということを必要であるかっていうことを語る人たちは何を、えー、思っているのかっていうそういったことについて、えー、今回、えー、お伝えしていこうと思います、えー。今回もよろしくお願いいたします。 まあ、リスナーさんも聞いたこと、えー、あると思いますし、まあ、こちらの話、ご存知の方が、ね、いらっしゃる、えー、かもしれないんですが、よくこの夫婦別姓の、まあ、是非というか、えーまあ、そういったものが話題になるんですが、あのきちんと調べると、ですね夫婦別姓というものは全くいらないんですよ、夫婦別姓など、えー、いる要素がないんですねで、なんか似た言葉でありますけど、なんかせ選択夫婦別姓とかなんとか、そんなこともありますけどこ、こちらも同様に全くいりません。 なぜ夫婦別姓が必要だとかっていうことを言うのかっていうとそのおまあなんていうのかな話の入り口としては女性差別だとかそんな話を言うんですが夫婦別姓と女性差別っていうのは全くどこにも関係がありませんこういう関係のない言葉を並べてですねあたかも、えー、その夫婦別姓がどうたらこうたらって言うんですけど全く意味がわかりません 結婚した後に女性も男性も旧姓が使えるところからどこにも差別なんていうものはないんですが、こういったものを話します。実はこれっていうのは全く違う意味があると考えられるんですね。夫婦別姓っていうのは不必要です。しかし、その夫婦別姓が必要である夫婦別姓をまあそうした方がいいと、まあそういったもの、そういった意見を唱えるもの、そういったものたちは何を考えているのかっていうと。 夫婦別姓にすることによって戸籍制度をなくすそういった目的が考えられますさらにもう少し言えば家族制度をなくすということです言えば広い意味で言うと日本文化の解体そういった話につながっていきますそんなことをしてな何なのかと思われるかもしれませんが例えば戸籍制度がなくなると得をする人がいるんですね 僕たち日本国民がまあ日本で過ごしていて自国で過ごしていて戸籍制度がなくなるとね僕たちは得をしませんしかし戸籍というものがなくなることで得をする人がいます戸籍っていうのは何を示すんでしょうか日本のルーツを示します日本のルーツを明かされては困る人っていうのがいるんですね例えば半島とか外国とかそういった話です そしてこの話っていうのは若干難しいんですが日本っていうのは昔からある概念を持ってるんですねそれが家族です家族っていうものはさまざまな形態を持っていると言われていますがその一つに戸籍に入るっていうことは家族の一員であることを示しますつまり夫婦別姓とかそういったものっていうのはこの家族の概念をなくします家族の概念をなくす家族の形骸、まあ、化を助長するっていう、まあ、難しいんですが 家族の意味をなくして形だけ残ってしまうっていう話なんですよ。つまり日本の家族という概念の弱体化、日本の弱体化、そういったものが狙い,狙いであると考えられます。夫婦別姓っていうのは、えー、全く不必要なんですよ。 しかし、えー、夫婦別姓にした方がいいとか、夫婦別姓がいいとか、そういうことを言うというものは、えー、こういったあ、まあね、夫婦別姓という、まあ、この差別なんだとかっていう言葉を悪用して、向かうところは日本の弱体化,弱体化です、あるいは、まあ、日本潰しとか、そういったところにつながっていく、えー、そういったこちら、危険な考え方だと思いますので、えー、今回はこちらの件について取り上げてみました。最後にお伝えしますが、夫婦別姓、全く必要がありません。 だからこういったものを例えば政治で唱える人というのは別の意味があるんですよ。そして、えー、そういったことが分かられないように女性差別だとかっていうんですが、まあ、あのよくこちらの話話題になりますので、えーまあ、調べて、まあ、思うところということで分かりやすくお伝えしてみましたので、えーまあ、何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです。